はいどうも、白石秀音です。はい、今日はですね、地上波の方で、Nチーム学園、Nチームのですね、冠番組に BE:FIRST が出まして、まあいろいろね、親睦を深めるという企画があったそうでございます。Nチームね、この前 TikTok でアンダーザスキン、ソータとリュウヘイがね、踊ってるのを見て、めちゃくちゃいい曲だなぁと思いましたので、そちらもね、そのグループがね、歌って、ダンスコラボもあり、親睦会もありということで、今日はですね、僕、Hulu に、契約しているので、完全版見れるのですが、ひとまず地上波放送版を私見たい、そういう変人でございます。まあ、両方見たいんですけどね。まずは今日は、地上波放送版を見てね、盛り上がっていきたいなと思っております。はい。録画をしていたりですね、一緒にね、フル、同時ポチリできる方は一緒に見ていきましょう。お願いします。はい、現在この画面でカーソルはゼロに合っております。よかったら、同時視聴の方お願いします。せーの、ポチリ。これいい曲ね。BE:FIRST。あ、これ紹介してくれるんだ。いいことだよね。What's up?うれしそう。レオ、しっかり喋れるな。16歳の子もいるんだね。年長組ね。かわいい。
お笑い力高いね。すごい。おさむ。えらい狭いところで撮ってる。僕も練習中これ。ガイガイガイ。俺がやってないとこじゃ。あ、ちょうど俺がしなきゃいけないってことだ。すごい狭いところにいるな。こうか。これめっちゃ勉強になるじゃん。そうだって絶対こうロックがかかる。かっこいい。
ちょっと無口って言われてる。レオも気遣いだから安心だよね。レオ、ずっと口が開いてるぞ。アイスコーヒー。スプライド。コカ・コール。いいね、料金の仕切りもね、優しさからだからね。ビーファーストはなんかいい兄貴感があるね。で、A チームはなんかの可愛い子が多いよね。その方がいいよ。
いい喋り声だな、あれ。もう大人じゃん。陽気めっちゃいい声だな。あ、竜兵だった。喋り声もいいね、歌もね。行っちゃえばよかったね。グイグイ行け。出ました。めっちゃ仲良くなってんじゃん。竜兵はいつも特殊な格好してるな。似合うからな、スタイルがいいから。腹減る。ハイカロリー。女の子みたいな顔してんの。チーム。これ完全版見ないとな。この曲いいよね。
これ見た。かっこいいね。One more time。One more time, one more time, one more time, in this world. いい曲だ。この振りもかっこいいな。はい、というわけで、次回の予告が始まっちゃったので、とりあえずここで、終了したいと思います。いや、ほんとなんか仲良くなったみたいでよかったですね。両機が面白いし、やっぱレオもね、やっぱいいお兄ちゃん感が出てるし、なんせ竜兵の声がもうめちゃくちゃいいね。なんかこう大人、もう青年からもう大人に声がなってるし、やっぱ背もでけえしね、手足も長いし、で A チームのみんなが可愛いね。なんかういういしいし、アンダーザスキンめっちゃいい曲だな。というわけで今日は A チームの A チーム学園かなを見させていただきました。また時間ある時にね、完全版見ていきたいと思います。はい、またぜひ会いましょう。白石秀則でした。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ブン。